ごい人だね。うん、ここおお、可愛くない？可愛い。ボンジュール。わあ。おお、可愛くない？うん、可愛い。すごい。ここはブロカントのものも買えるし、うんうん、お茶もできるんだよ。へえ。可愛くない？こういうのとか。うん、かわいい。わ、いっぱい可愛いものがあるよ。うん。お皿も本当だ。はいろいろありすぎてちょっと見るのが大変だわね。うん、まあ、ゆっくり見てください。ね、これかわいいね。ハリネズミの入れ物。ほら、本当だ。ハリネズミ好きなんだよね実は。うん、前もなんか森で撮ってたもんね。それは本物のハリネズミでしょ。うんうん。あ、なんかお皿いっぱいあって可愛いんですけど、ほら、これとかも可愛い。本当だ。これはどこ？わかんない。でもこれ知ってる、どっか有名なとこだよ。あ、本当。うん。おお、たくさんあるよ。なんかいろんなものが上まである。本当？うん。あ、本当だ。まあ、かわいいわね。これとかもさ、きっとほら、柄違いじゃない？これはね、ニースって書いてある。あ、そう。テール・ドゥ・フェーフ。これは、なんだろう、見たことはあるけど、わからない。あ、これもすごい素敵じゃない？どれ？これこれ。本当だ。8枚あって、うん、60ユーロ。あら。美しいね。うん、本当。このテーフ・ドゥ・フェーフっていうのなんかよく見るぞ。で、アマンディ・ノワーズ。でも、8枚以上あるように見えるけど、そんなことないか。1,2,3,4,5,6,7、8枚あったわ。うん、素敵ね。うん、素敵だね。素敵だね。あ、このさ、チョコレート、有名なチョコレートでしょ。本当？シャポン。本当だ。私は食べたことない。俺も食べたことないじゃあダメじゃんなんか、いろいろな食べ物も売ってて可愛いね。うん。あ、シャポンもちっちゃいサイズがあるからお土産にいいね。うん、確かに。うん、いろいろ充実してます。うん、面白い。あ、こっちにもグラスあるよ、いろいろ。ほら。ほんとだ。この鍋とかもかわいいね。うん。これはね、32ユーロって書いてある。うん。まあまあまあ。うん、そんな悪くないぞ。うん、あら、かわいいわね。うん、かわいい。これはまずい予感がする。え、また骨とかも可愛いよね。このポットとかも。ポット好きとしては。ああ、一人用ではないけどね。うん。うん、あ、で、このほら、あれ、チャリティーブージーがここにもあるよ。本当だ。このシリーズはなんかなかなかおしゃれでいいね。うん、確かに。これだって後からさ、花瓶としてすごい使いやすそうじゃない？確かに。花瓶かと思った最初。ブージーだから。うん。あ、なんかこのさ、うん、このディスプレイもかわいいね。あ、かわいい、確かに。こんな風にするってセンスがいいわね。うん、これクリーマーがいろいろあるのかな。クリーマーとカップだね。うん、これほら、またモービル。あ、覚えました。モービル、うん、モービル。よく見えかけるね。モービル、昔はそんなかわいいものをプレゼントしてたんだね。うん、確かに。うん、あ、なんか、なんだろう、これ。クッションカバー？ああ、そうかもね。そうだね。うん、なんか素敵じゃない？うん、おしゃれ。マジ？これはでも違う。これなんだろう。わかんないけど、布です。これね、あ、これはほらあれだよ。なんだっけ？あ、違うよ。エプロン。エプロンも結構かわいい。ほら、こんなのとかもあって。へえ。あ、本当だ。うちエプロンいっぱいあるかな。いっぱいはないよ。
この辺のグラスのやつもほら古いさ、マティーニとかさ、本当だ、パスティスとかリカールとかいろいろ、かわいいねこういうのも、うん、確かに。つゆさん、これ卵じゃない、卵ケースじゃない、あ、本当だ、これ売ってんのかな、かわいいね、うん、最近ゆで卵ばっか食べてるからな。あ、つゆさんね、ゆで卵シリーズ、うん、ほら見て、卵なのにぶどう、本当だ謎だね、なんでなんだろう。でもこっちの花のやつ超かわいいんだけど、ほら、本当だ、大人だ、かわいい、これほら、いいじゃん、売ってんのかな、これは、うん、売ってる、売って、売ってる売ってない、わからないねこの薄い棚も素敵じゃない、うん、素敵、薄い棚ね、薄い棚好きですね。日本はさ、薄い棚の方がいいじゃんね、日本人の心としては薄い棚なんじゃない確かに、あ、なんかいろいろさ、スパイスとか売ってるよ、本当だ、まあ、今世の中的には食べ物とブルカンとミックスさせるのが主流なのかしら。このシャンパングラスとかも素敵ね、本当だ、まあ、普通のシャンパングラスだけど、なんかここにあるとなんか全て素敵に見えるという、かわいいよね、うん、なんかこうやってグラスが綺麗にあると素敵だね、うん、確かに、あ、なんかこうやってさ、うん、飾ってあると綺麗だね、この、かわいい鳥のお皿、本当だ、あ、これはね、プレートイーブルジョアっていうところのやつだね、おー、なんかうちにもそんなのあった気がする、ブルジョア、うん、あ、このこのピンクの色がかわいいね、うん、カメラだとちょっと色がよくわかんないんだけど、こんな、ほら、私のアップルウォッチとそっくりの色だよそのとこでアピールしなくていいよそう、うん、なんか最近こういうベビープピンクが気になるのよ、うん、なるほどね、このなんかさ、うん、お友達のお家みたいな感じになってるのが可愛いね確かに、兄ですみたいなうん、そうだね、お兄さんね、でもちょっとお兄さんにしては写真が古すぎたからそりゃそうだだってそれ、あ、これお兄さん、おじいさん、おじいさんね、うん、おじいさんこれとかもかわいい、これちゃんとセットに揃ってる、ほら、本当だ、うん、あ、で見て、これもかわいくない、鏡、本当だ、52ユーロだよ、あ、いいね、なんかこう、金色の額とはまた違ってかわいいね、ちょっとこれ、うん、確かに、ここはなんか子供のシリーズみたいになってる、ほら、本当だ、椅子とか、あらまあ、あ、ここにもほら、いっぱいお皿が、黄色のとか、本当だ、もう置く場所がないのかしら見て、あ、これほら、ナイフもあるよ、お、綺麗だね、うん、ほら、うちナイフはナイフよそれ前ももらいましたよ、うん、そうなんだけど、どうしても言わないわけにいかないね、これ綺麗のかな、プシッ、なんでそっちなのナイフ欲しいんだけどな、でもなんか踏み切れないのよね、すごい肉切れるかしらと思って、これもほらチャリティーブージだよ、やっぱ可愛いねこのシリーズ、うん、確かに、ニューヨークから来ております、なんかどこまでが売り物でどこまでが店のものなのか分かんないけど全部売ってんのかなそうなんじゃない多分、基本は、あ、でも戸棚とかも売ってんのかな、これとかも可愛いね、あ、本当だ、可愛い、あ、これやっぱイングランド、こういうのはイングランドなんですよ、ティーポットやっぱすごいね、イングランドね、まあお茶の産地だから、あ、産地じゃないか、メッカか、うん、すごいね、あ、ここは鳥シリーズになってみて、ほら、チキンチキンチキン、あ、本当だ、可愛い、このスープ入れも結構可愛いよ、ちっちゃくて、じゃない、可愛い、でもこの絵も可愛くない、ほら、本当だ、おばあさんが具合が悪くなったので祈ってる、そうね、そうね、でも続いてる絵だよね、これ、うん、でもこことこはつながってないのかな、
かわいいじゃんね。うん、かわいい。4つあるとかわいいね。うん、確かに。ここにもお皿があるよ。そこら中にお皿があるね。うん。これとかもかわいいね。本当だ、かわいい。ちょっと欠けちゃってるけど。このグラスもかわいくない？この乳白色な感じが。うん、あ、かわいいね。結構。うん、そういうのうちにはあんまないね。うん、でも意外といいよね。これだったらすごいいっぱいワインが飲めるよね。あ、でもちょっと欠けてるから。ガラスだと金継ぎできないからな。ああ、そうだ。残念。これとか綺麗じゃない？これも、これもいっぱい飲める系じゃない？なんでいっぱい飲めることが一大事なの？大事だよ、トヨさん。それは一人用のポットじゃないの？一人用じゃないのか。これ？うん、これは一人用のカップ。え？これ、スープカップ？何これ、不思議だね。うん、不思議。この右のやつは一人用の。これ？うん、これ一人じゃないよ。二人だよ。二人か。大きさ的にはこれですよ、一人用。私的に言わせていただければ、これ。ああ、なるほどね。うん、そう。これだね。うん。このコップも可愛いよ、ほら。本当？ほら、見て。あ、本当だ。可愛い。うん。うん。絵柄が入ってて。確かに。なんかあそこで聞きたいものがあった気がする。このグリーンのも可愛くない？あ、本当だ。あ、本当だ、可愛いね。あ、これはビルロイボッホですよ。ほら。ビルロイボッホって書いてあるでしょ。本当だ。こういうさ、うん、なんかちょっと小花柄みたいな好きな人いそうに、うん、ちょっとうちにはメルヘンすぎるかもしれんけど、なんか2個マークがついている。コラボ？へえ、まさかのコラボアイテム、うん、あ、でもさ、見て、くるさん、うん、これ昔はさ、ほら、ゴールドがこんだけ入ってたんだよ。ここ消えてるだけで、ほら。ああ、なるほどね。とこれが状態良しバージョン。ほう、なるほど。と思われる。うん。あ、やっぱコラボ。やっぱコラボだよ。コラボなのかな。綺麗。コラボ皿も可愛いよ。ほら。お花で。本当可愛いね。うん。結構いろいろ可愛いものがいっぱいあるんですよ。これはね、ディコール、グランフ、読めない。でもこれも素敵だよね。うん、すごい素敵。それ素敵ね。なんかこんなお皿もある。あ、これジアン。あ、本当だ。うん。美しいね。うん、美しい。なんか鳥皿に美しいじゃん、これ。うん、確かに。あれ、このお皿見た？いや、見てないよ。これも可愛いよね。うん、可愛い。お花柄。なんかこんなのもある。うん。キッチンの感じが可愛くない？本当だ。これはイブリンです。イブリン、イブリンさん、はい、はい、こんなのもあるよ。本当だ。これも綺麗。綺麗だね、うん、やばい、何を買えばいいのかもはやよく分からなくなってきちゃった。ほら、可愛くない？これ本当だ。なんかおままごとのお皿みたい。うん、この下は全部一緒だな。あ、これサルグミンも。本当だ。安心安全のサルグミン。安心安全のサルグミン様。どうしよう。困っちゃうね、こんないっぱいあると。うん。いや、あとこういうのもあるよ。本当だ。まあ、うちはあんま全部使わなそうだけどね。甘っ。さっきのアマノかと思ったけど、アマンドだったのかな。うん、アマンドだろうね。アマノはちょっと日本じゃん。アマノさんちになっちゃうね。そうね。こういうのはね、うちあんまり分けないからね。分けないから。マダム、エクスキューズモ。さあ、サフェー、コンビアン、セッターシッテ。セラ、セ5ユーロ。5ユーロ？はい。5ユーロ。Et ça vient de Gien, c'est ça? C'est ça, Gien. Oui, c'est quelque chose d'ancien ou c'est assez moderne? Non, c'est pas très moderne en fait. C'est plutôt années 60. Années 60. Oui, années 60. Après, Gien, ça existe depuis bien plus longtemps. Oui. Donc, il y a des modèles. J'ai déjà eu des assiettes qui dataient de 1920, vous voyez, ou 1910. Oui. Mais celle-là, mais voilà, quand même. Ah, ouais. C'est joli. Et elles sont très jolies. Mmh. Ouais. Elles sont élégantes. Elles sont. Oui, oui.
C'est pour salade ou quelque chose? Alors ça peut être, c'est plutôt une assiette à dessert, donc pour dessert. Les gâteaux. Ah d'accord. Mais on peut aussi mettre une assiette à entrée. Vous savez, oui. Vous avez voilà, une salade. Quelque chose assez petite. Oui, voilà, exactement. Oui, oui. Ah, ok. Pour le euro. Ah, oui, 5 euros d'ailleurs. Alors, je vais prendre ça. D'accord. Attendez. Très bien. Il y a un autre, c'est ça? Je pense qu'il y en a d'autres, oui. Ouais. Ouais. J'ai trouvé une lettre. C'est vraiment une maison très célèbre. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez. De... Ouais. Voilà. Ouais. Je ne sais pas si on peut acheter Gian au Japon ou pas. Ah, ça, je ne sais pas. Mais bon, moi, et ils continuent à fabriquer encore hein, des très jolies choses. Je trouve la boutique à la Madeleine. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, oui. Et sinon, je pense qu'il y a aussi au Galerie Lafayette, au printemps. Oui. Ouais. Ouais. Ouais, je vais continuer de voir un peu. このファーム可愛くない？本当だ。レージャンスって書いてある。うーん。こういうさ、銀のこういう風になってるやつってさ、食洗機に入れられないからつい避けちゃうんだよね。そうね。食洗機ね。うん。まあいいんじゃない？手洗いすれば。そうなんだけどね。へへへへ。めんどくさがりだからさ。こんなグラスもあるよ。これもいっぱい飲める。いっぱい飲める基準だ、ね、でもこれは水のグラスだね。そうだね、うん、水をいっぱい飲まなくていいや。うん、いい匂い。いやいい匂いだね。美味しい匂いがする。うん、お腹空いてきた。うん、お腹空いて。これもすごい可愛いんだよね。高いけど、うん、それ可愛いよね。めっちゃ可愛い。いやこれ可愛いよ。これ可愛いでしょ、うん、これ飾っても可愛い。飾り皿だけど父です。似てるでしょ。そうだね。どうしようか。あ、これ母です。お母さんセクシーだね。うん。随分セクシーだね。金髪じゃん。違う。あ、じゃあ金髪じゃなかった。これはプールのプールキャップ。あ、プールキャップか。すごいね。おしゃれさんだ。そうだよ。Madame, excusez-moi, j'ai une autre question autour des assiettes là.Ça, c'est le plat. C'est un plat. Oui. Et eux bourgeois, c'est le céramiste. Le c'est la personne. Ah, c'est une personne qui a voilà, dessiné. Et qui a dessiné, qui crée des assiettes avec ses motifs. Ah, d'accord. Et si vous regardez, on en trouve de temps en temps des. C'était comme un designer en fait à cette époque-là. Ah, et ok. Voilà. Et il était vraiment, il faisait des dessins de nature, d'oiseaux, de. D'accord.De fleurs et. Et c'est l'année qui est le. Eh ben c'est entre 1920, quelque chose 1900. Comme ça. Oui. Ah, ok. Ouais, c'est très joli. Oui, il est beau, ouais, très beau. Okay. Ça s'utilise, hein. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une assiette qui s'utilise. Un plat qui s'utilise. Moi, je l'ai mis au mur parce que. C'est joli. Je voulais décorer, quoi. Ouais. Mais c'est pas une assiette. Enfin, on n'est pas obligé de le mettre au mur. Hein. Ouais. Oui. Oui. Oui, je trouvais que c'était. Voilà, c'est, que ça c'est faisait... beau. Oui. これは美しいよ。うん、美しいね。ブルジョワって人だったね。知ってる？このブランドとか言っちゃった。そうね。すごい全然嘘だったね。二人で。でもブルジョワなんとかっていうのはお皿うちにあるんだよ。あ、そう。うん。絵が上手なのね、ブルジョワさんは。なぜか上から見せる。ポーチとか持ってる。本当だ。すごいね。うん。それいろいろあるよ、なんかほら本当だ入れ物とか本当だ、かわいいね、うん、かわいいこれクマ猫あ、猫これなんだろう。Madame, c'est quoi ça? Ah, c'est un jeu de cartes, c'est quand les enfants il y a des parents avec des enfants ouais. Pour que les parents puissent prendre le thé tranquillement. J'ai des jouets, donc j'ai des dominos, j'ai des jeux de cartes, j'ai des livres. Oui. Et voilà. D'accord. Je mets à disposition. Ok. Ah, c'est très mignon. Et ça fonctionne plutôt bien. Ah oui? Oui, les enfants jouent et même ils jouent avec les parents. Du coup, parfois. D'accord. Et これだとさ、こっちの方は花がちょっと微妙に上気味なんだけど。こっちの方がいいかな。真ん中の方が右手の方がいいだよね。ハ、う、
alors j'ai décidé, finalement, c'est de là. Donc, deux, et l'assiette ah, sur oui. le mur, c'est très joli. Ça, ça s'appelle terre de fer. Oui, c'est... Vous connaissez? Je sais, mais je ne sais pas exactement. Eh bien, c'est la faïence oui. qui est composée de façon particulière, en oui. fait. Et souvent, oui. les dessins que vous allez avoir, ils oui. vont être dans les bleus. Oh, okay. Ou dans les verres, comme ça, un petit peu. Et c'est beaucoup de dessins, de oui. nature. De... Et pour le moment, c'est vraiment quelque chose de très, ouais. très, très, très à la mode, très ouais. cherché. Très, ouais. Et c'est ça, l'année, quelle année ça vient de celles-là, elles vont être avant la guerre, 1940. Avant la guerre, d'accord. Oui. Oh, okay. C'est la guerre de 39-45. Ouais. oui. Là-bas. Oui. Alors, il y a un clafoutis, vous savez, je ne sais pas si clafoutis. Vous connaissez. Clafoutis, exactement, oui. clafoutis aux abricots. D'accord. Ça, c'est un cake au citron pavot et ça, c'est un cake aux myrtilles. Ah, myrtilles, oui. D'accord. Mais pour moi, c'est clafoutis. Clafoutis. J'aime beaucoup d'accord. clafoutis. D'accord, oui, moi aussi. D'accord. Merci. Waouh, ici, c'est ça. Waouh. Merci. クラフティー美味しそう。本当だ。写真撮ろう。いただきます。どうですか？食べてます。はい。美味しい。すごい美味しい。あ、そう？うん。クラフティーすごい美味しい。あ、そう。うん。あれする？シェアする？うん。あ、いいよ。なんでちょっとやる気ない。あ、でも美味しいね。美味しい。これ美味しいね。うん。あ、すごい大量に撮ったでしょ。そんなの撮ってない。なんだよそれ。失礼しちゃうな。これ美味しいでしょ。美味しい。ちょっとなんか、うん、あ、そっちやればよかったって若干思った。なんか嬉しいね、なんかこんな風にさ、普通にカフェができるようになって、うん、なんかこう日々の普通のことがこんなに幸せなんだなって気づいた。何それ、歌の歌詞？俺そう今幸せだよ。なんだっけそれ、幸せだったと思うみたいなやつでしょ。いやこれ美味しいわ、うんうん、美味しい。それ俺それも食べたくなってきた。でもダメだ、ダイエット中だから。私こういうなんかクリーミーなものが好きだからさ、うん、このプリンみたいなのが好きなの。あ、美味しい。それもう一回交換してみる。うん、うん、なんでちょっと交換、ちょっと食べさせてくれ、うん、美味しそれ、美味しかったすごい。でもレモンも美味しいよ、すごい、うん、すごい美味しいから。よかったね。美味しい。いやなんかまたいろいろお皿が溜まってきましたね、本当に、うん、もう入んないね。入んない。なんか棚から落ちそうだもん、うん、もうなんか出店してると思われてる。もうやったことあるもんね、うん、飲みの市じゃなくてあのバザー、うん、すごかったよね。なんかあの交渉っぷりを見ると、うん、なんか自分って甘いんだなって思っちゃう。すごくなかった？だってさ20ユーロとか30ユーロつってんのにさ1ユーロとか言ってるからね、うんうん、これビットグルニーなんだからもっと安くしろとか言われてる。そうそうそう。美味しかったな。あ、すごい美味しかった。そしてなんか嬉しかったのか、こんな感じで。おいしかった。ごちそうさまでした。Merci. Voilà, je mets ici. Oui, dedans, excusez-moi. Oui. Non, non. Ouais, c'est pratique. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame, bonne journée. Merci beaucoup. Pardon, Alexia. Au revoir.